フォティオスは中世の東ローマ帝国の知識人、官僚、キリスト教の聖職者、コンスタンティノポリス総主教、聖教会では聖人である。記憶日は2月6日、ユリウス歴史用教会では2月19日、フィリオクエ問題について、及び子からの発出に反対する説を唱えた。また、キュリロスとメトディオスによる、スラブ人への宣教を講演した。もともとフティオスは、 当時の東ローマ帝国を代表する学者であった。彼は7世紀の戦乱で散逸してしまった古代、ギリシアの文献の収集に努め、コンスタンティノポリスに置かれた帝国大学哲学科の教授も務めていた。851年頃に皇帝直属官僚の少書局長官に任命され、さらに858年には皇帝ミカエル賛成によって、 コンスタンティノポリス総主教に任命された。フォティオスが任命されると、それまで、教会の聖職者でなく在族の信徒であった、彼がその職に適格かどうかをめぐって議論が起こった。前総主教イグナティオス支持の修道士を中心とする、反フォティオス派は、ローマ教皇と手を結んで激しく反発し、863年には、ローマ教皇ニコラウス一世が、ラテラノの教会会議で、 ホティオスの敗因を宣言した。それに対して、867年に皇帝ミカエル三世主催の教会会議が、教皇ニコラウス一世を破門し、ローマ教会のフィリオクエ問題について、ここからも発出するとした協議を異端と決定した。863年から867年までの、ローマとコンスタンティノポリス教会間の対立状態は、後に、ホティオスの分離と呼ばれる。 867年にクーデターでバシレオス一世が東ローマ皇帝となるとバシレオス一世はローマ教会との関係改善を狙ってホティオスを罷免しイグナティオスを再任。さらには869年から870年第4回コンスタンティノポリス公会議によってホティオスの追放を議決した。しかしその後もブルガリアの教会の貴族問題などで ローマ教皇との関係は改善しなかったため、考えを改めたバシレオス一世は877年にホティオスを総主教に再任し、ミコたちの教育を任せた。879年から880年にかけてのコンスタンティノポリスの教会会議では、教皇の特使もホティオスの復権を認め、ホティオスの分離は終結した。ホティオスはその後も総主教を務めたが、 886年にバシレオス一世が死去し、ホティオスの教え子であったバシレオスの息子レオーン六世が皇帝に即位すると父バシレオスと対立していた。レオーン六世は父の協力者であったホティオスをアルメニアへ追放し、ホティオスはそこで死亡した。ホティオスは古代ギリシアの古典に対して非常に造形が深く、その白色ぶりは性的。 イグナティオス派の人物も共嘆するほどであったという。彼によって始められた古代ギリシア文化の復興は、レオーン6世の息子コンスタンティノス7世の時代に、後世、マケドニア朝ルネサンスと呼ばれる、ビサンティン文化の一大交流をもたらすことになる。この、ホティオスの編纂とされる、280冊もの古典に、関する書評を記載した、図書総欄は、彼が845年に、 サマーラのアッパース長の宮廷エ師者として派遣された時に編纂されたという議論がある。つまりアッパース長のギリシア古典翻訳運動に刺激を受けて編纂したという可能性がある。ありがとうございます。